おはようございます。2023年明けましておめでとうございます。今日は1月の8日でございます。岐阜県はスロットシグマさんお邪魔しておりますけれども、私明けおめライン全部無視したんですよね。違うんだ、違う、聞いてくれ。 iPhone の不具合、違う、本当に違う。これ同じ症状出てるやついっぱいいるけど、 LINE のアプリを開くまで LINE の通知が来ないって不具合今あんのよ。だけどなんか今年の正月はストレスもたまらんし楽だなって思って、仕事始めに LINE 開いた瞬間に何十件 5,60 件来たよ。ボーンって来て、何これって思った時に気づいたの、不具合に。で、明けおめメール全部無視してた俺で、全部返した、ちゃんと。すいません、今年もよろしくお願いしますみたいな。4日ぐらい、4日ぐらいだね。もう散々いろいろだった。通知をオフにしてオンにするとか全部やって、もう全然来ないのよ。で、直し方完璧に分かったから抽選の後に教えてやる1秒でも長く滞在してくれ。なんで俺もやねんつテンション高すぎる。お願いします。ありがとうございます。はい、何さあ何かと言いますと、解決方法を教えましょう。 LINE アプリ再インストール、ありがとうございます。さあ始まりました、妖怪ロチョキで、人気台を抑えたいところですが、いや、バイオは空いてる。あ、市場に行こうか。バッサリしちゃう。バッサリされたら移動する。そうだね、昨日打ったばっかなんだよね、信用に。昨日打ったんよ。じゃあ信用に行きましょう。はい、おはようございます。あ、あーいってね、オリムした私、動画2回目です。昨日も打ちました。今ホールにある俺が知ってる台の中では相当好きな台になりました。おかげさまで高設定っぽいのも打ちました。はい、そんな感じで始まりましたね。周りの人たちはすでに始まってるんだけど、見たところ今、まあ、とりあえずみんな朝いろいろやってる間にバッサリは入ってます。なんか、あ、ここにいる。一回上っぽいの打つと、なんか下打ってた時がバカみたいなぐらいテーブルいいのよ、バッサリので。出し方も分かってきたこの台いっぱい出したかったらボーラスのループです。 AT でいろいろ上乗せして遊びながら、あの緑の帯まで持ってってなんかいろいろやるいろいろあって楽しい。でカバネリも上っぽいのを打ちました。でみんながなんでそんなに好きなのかも分かったけど、個人的には今ある中ではカバネリよりはオニムシャンの方がスロットとしては俺は楽しい。で、まあ今ね、今年2022年ってスロット豊作だったわけじゃないさ。そうだよ、スマスロも、そう 6.5 も売れてスマスロも出て、で今言われたよ、朝写真撮った人にスマスロ空いてますけど一緒にどうですかって言われてリノだった。勘弁してもらえませんかって2023年、まあね、初代北斗のスマスロとかね、いろいろ人気でございます。まあちょっと朝並んでる時も話したね、どうやって中押すんだろうねって。だからちょっと色押しにするとさ、バトルボーラスの爽快感下がるじゃん。ちょっとおじいちゃんおばあちゃん打てないし、どうすんのかなーなんて思ってたら、もうそれを超える信頼だよ、スロドルいやー軽く超えてきたね、北斗の話題性を。まさかのスロドルが笑いじゃない笑いではなく話題 ねを取りに来たというね。でこれまた分かります。でもこれ分かりやすいよね、なんか熱い演出が来たら熱い演出が来ましたメーターじゃん。これ緑まで行きゃ、まあ、おなんか引いた、あれこれ分かんじゃね、また分かるよ。おお来たね、
来ました。早い。設定変更とか当たりの後とかの1回目はテーブル3以上ですから。知ってる。テーブル3まさに3。大丈夫大丈夫。こんなとこ止める気ないから、俺ここまで行くから。おかしいね。おかしいなあれおかしいぞ。これはもう無理ですそんなことよりスロー取るだよ。そのなんかニュースが飛び込んできたときにみんな思うと思うの。初めにまあ多分2つ思うね。どこに需要があるんだよって。だからどこに需要があるのかに関して言うと俺は別にいやありだと思う。なんでかっていうとやっぱりまあスロット打つ人だったらある程度スロットの動画とか見てるわけじゃないさ。ほらアイドルグループ本当のアイドルグループってなっちゃって私パチンコデビューしましたって言ってくんないよ。あのライターさんとかだったら自分で発信してくれるからね。コスパ面が多分すげえいいんだと思う。でまあ好きな人は好きだしみたいな。で気にしない人も初めからこんな点数なんか気にしないからことが一つと、もう一つは角立つなーって角立つ。下手なアイドルグループより角立つよ。みんなバラバラだから。ただこうなんだろう、こうそこからさはぶられた人、要はお呼ばれされなかった人の愚痴のツイッターがまず出回る。で出た人もなんか聞いてたのと違うみたいな、私ここじゃないみたいな。でその女の間のバトルってマジ怖いから。男子の場合はその枠があるんでね、お笑い枠、イケメン枠とか、あのベテラン枠とか。女子の場合はね、みんながみんなこう同じ土俵で戦ってるから怖いよね。ただみんなが見てる以上に女性ライターさんってメンヘラだしバチるから、まあもうさすがにみんな知ってると思うけど、みんなに見えてる部分と見えてない部分って違うんだ。だからさっき言ってたよね、やりたいよね、代理店が作る女子タレランキングを見たい。えぐいランキング、あの人格者ランキング、あのねみんなが知ってる上位ランカーは8割県外行きます。そこはねもう悪口大会だよ。みんな二度とアテンドしたくない。いただきました。数十キロ離れたところまで走らされますっつってから、ね、ちょっとこれ買ってきてっつってそう、どんなに性格がひん曲がっていようがお客さんの前でちゃんとしてればいいよね、うん、飛鳥からをディスるんじゃない。でもすごく褒められてる子もいるよ、ね、たまに。いやでもこの間あの扱ったあの子すごいですよって、お客さんの前だけじゃなくて僕らみたいな裏方の前でもいや本当にいい子ですよとかっていうのはたまに聞く。たまにねスイカ解除ぐらい怖いね。でもそのありえねえやつらがアベンジャーズだよありえねえアベンジャーズが集まった誰か出るんだよ。怖いよこれは。そう2023年最大の神代になる可能性だから。そしてガットが珍代ハンターで出撃するってそう、花花、そうですね、宇宙一スイカをこぼす台、花花。そうそうそう。あれ、こんなんあんま言わないよ、これ兆候じゃねえか。うん。お、兆候のチャンス目だとしたら半分ぐらいあるぞ。同じこと何回言うんだお前ら。グラシアスポージャ、これ、うん、これどういう意味。グラシアスポージャガーポーなんてレザーラモンしか知らないよ俺言う人。そんなよくねえなやっぱり。これやっぱり俺ね結構さ、ここさドライな人多いじゃん。
俺一大事でやっちゃうんだよね。お慎重に見ちゃう。あ、ズバあったらちょっとチャンスかなみたいな、どうだみたいな、はいっていうぐらい楽しんじゃう俺。ここバッサリ好きなのよ。おー来た、これでけえぞ。うん、連撃も、連撃をね、2、3発決めたらもうこれ、これですから。おいるるしもう、ここで止めたいじゃん、手を。いや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 、ありがとう。次リプレイいいか、俺シェイ。あー、斜めはちょっときつい。一枚役だからな。あー、ダメか。おー、ろろろろろろ、完璧やもう。おいおいおい、うまいね。で次でまた連撃いきます。リプレイでシャイ。あー、斜めはなー、でもたまにあんだよね。シャイ。あー、ほらもううまい。俺もうマジほんとね、さっきはちょっと緊張してたけど、俺バッサリマスターなんですマジで。はい、あいー、こんなところで俺は終わらんぞ。あと6ゲームだぞ、お前だろ。リプ、うい強い。うわー、ちょっときついな。まだあと、どうだね、ここであればここ疲れるからね。おら、まあいいよですよ、ニガム使わないよ。ニガムってなんだよ。ほらもううまいな俺、まゆうさんですなこれ。うん、そうそう、じかじかした。そう、ここ熱く、熱く、もっと熱くなれよ。そうだよ、こんなもん言ったっしょ、こんな。ここで行かなかったら俺の心は折れるよ。ウェイシャイララい。さあ問題はここです。俺てっきりチェリーとかスイカ引かなきゃダメだと思ってたけど、リーチメリップ OK なんだよね。15分の1ぐらいって聞いた。俺はいけるぞ。まあ引いたことねえから、今日8童貞を卒業したい。最強最悪の鬼武者だぜ。こんなんチェリー止まったら漏れるよな。あ、ずるって滑ってもいいしね。漏らすぜ。いや、やばい、チャンス目があるないよね。すいませんね、なんかいろいろすいません、ね、全然ボーナス持ちはでかいよ。お楽しみはこれから。何がいいって、投資が1万いってるから。これね、最初のこれ大事なんですよ。昨日クソ伸びた時は天界だったね。天界からいった。いや、オカルト大事だから。初めにやっぱボーナスがあるとボーナス効果から始まるじゃん。そこでかいのよ。そう、ただの双剣ラッシュじゃん。おお、取ったよ。まゆうまゆう。おお、うまいうまいうまい。のちめ。さあ、反らないか、はずかに。これ、これこっち。やっぱね、ちゃんとしてるわ、うん、素晴らしい。受け取れ、仲間たちの思いよ。そうだね、俺はごめん、金心地絵だからチャンスにします。ちょっとでも僕は引っ張りたいわ。さあ問題はね、こっからなんですよ。まずいきなり帯が緑だったら最高。おらもうこれ超大事よ。いや、ここ楽しいんだよね。なんかやっぱできれっぽい台がやっぱ横置きって多いじゃない。その中でリーチメリップさえ引きゃいいんだよ。だって普段わかるじゃん、リーチメリップかわすじゃん、中右とかでかわすやつをかわさないっていうだけだから、もう何引けっていうのが明確でしょ。これ最高なのよ。わかるかな皆さん。いや、大丈夫大丈夫、任せる任せる。ほらもう熱々って思ったら意外とチェリーだったりするんだよね、普通に。そうなんだよ、そうなんだよ。ほら弱チェーって言うね。
あるある。まあキーンまで来ればまあリーチ見てるけど、手のせいなんだよね。あと2ゲーム、あーいかない、これしばしば、あお前のフリーズに全部かかってる、フリーズしない。はい、大チャンス逃しました私。そう、おいたた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 た、簡単に引けるぞレジベリプランって、お前簡単に引ける、キーンって言え、キーンって言え、キーンって、あーキーンないか、キーンキーン、おおどっちだろう、お前 どっちなガッチャーさんなんですか、強者だ、おえほら、そう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 えっつえじゃねえよほらそうなんだよ、あ、そう、なんかキャラで設定させるね、なんか緑のやつ昨日いっぱい出たよ、ただまあ負けでね、ゲーム数少なくて枚数は少ないですが、リーチ目広角に上がることが大事なんですよ、これやっぱスロットって一回やれるといろいろ分かるじゃない、カバネにも横の視聴者さんとキャキャウフフしながら打ってやっと分かったよ、でなんかあの無名なんとか、いやこれ突破したらやばくねえなって結果やったら後ろからガッとか、テスさんそれできるっすっつってぶち壊し、で俺とそれの人2人ともシューンとするっていう、まあいいんだよ、とりあえず枠を緑にすること、ああしょうがない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 、いいんだよ、リーチメリップ引きゃいいんです、キーンですよ、キーンつらいみでいいんです、おチャンス目、うん、あダメだ、楽しいんだよ、そうそう鬼武者おもろいのよ、うん、スロドルの設定したらどうやってやるんだろうね、やっぱ六角亭は角が立てないようにオールスターから、いや一人に六角やらせたらそれまずいだろ、やっぱ六角確定の存在になったらそれを仕事に使えるから、使えるじゃん、私六角の女ですって言えるから、いや角しかない、角しかない、ああ、分かった分かった分かった10ゲーム、もういけんだろ、昨日の俺の引きはもう一度、おら、いやいや、チャンス目の可能性だよ、チャンス目なんですよこれ、おお、リーチ目だ、うん、面白い、はい面白い、はい最高、そうだね、お一個教えてやるよ、中段に揃うバーは1万円だからぞここベッド入りますからね、俺昨日ずっと帰ってたあれリプレイじゃねえの、あれっつって楽しいね、うん、いいよね、このだからリーチ目降格中にもいろんな演出だって面白いね、だからその感覚を初打ちの動画の時、あの桜玉のやつの時は知らなかったんだよね、うん、そして今鳴ったんだよね、鳴って教授とか弾くと出るんだよねセットが、うん、おオーラ来たよ、これは強チャンスだよね、さすがにね、うん、出しちゃう、よいしょー、緑になっちまえよー、ノーかといったらド派でもあるっていうね、おーい、これあんま出なくない、普
通バーだよね。おい、はい、楽しい、はい、神代。そうだね、このボーナスループをしながら、さっき言ったね、これおしゃれだよね。ゴーって昨日俺これで青れてきたわ。赤なんだ。受け取れ、仲間たちの思いを。めちゃくちゃ楽しいおりました。はい、あの腕力だけでいけます。だって上乗せができなくてもリーチ目広角でひたすらリーチ目リップ引いてりゃアホほど増えるからね。だって昨日すごかったもん。要はさ、リーチ目広角って10ゲームじゃない。でその間にずっと連チャンして10連チャンしてるからゲーム数むちゃくちゃ増えるの。だって乗るたびに10ゲーム増えるじゃん。そう、1500枚とか持っててこんなにゲーム数持ってていいんですかっていうあの無敵感あるじゃん。ART 機とかのあれ楽しいんだよ、スロットやってて。それがなかったんだよね、やっぱ6号機作れなかった。しょうがないんだけどね。うん、おーら、ボーナス中にこれあるの。ただチャンス告知ですから私今。俺こっちとかやっぱ好きだわ。完全動くしもうあそこで決まっちゃうから。ほら2セットあるぞ。また何かいたぞ。強チェ。ああ1か。いや隠れ、いや隠すことはあった気がするな。まあいいや、まあいいや、何でもいいや、何でもいいや、当たる何でもいいよ。次はちょっとベルフレーズしようかな、ね、気のせいかでしょお前。おお、いつもこいつ気のせいだしか言わねえのに人間の最後の切り札だなんてこった。いいから、そうそうだね、そう展開、展開したといいよ本当に。そう当たるのが大事。そう、緑を終わらせないことが大事なのよ。まあ、キャラ、まあ、緑があるってことは赤もあるだろうからそんな強くないだろうけど。なるほど。いや赤俺見てみたいね。見たことない俺ここの赤なんて。どうやったら行くんだよ。小学修正もしてるから。長いよね。ほらほらほら、さっき言ったやつ。お前ほんと面白いなお前マジで。してなかった。そうそう、1回転目ね、なんかおしゃべりで夢中になってたけど、あれそういえば1万役、あれマックスベット光ってなくないみたいな。あれ俺のシダ動画いつ出るんだろう。見てるのかな、もう。あ、直前か。よいしょ、赤いこう。まあ見たことないよね。緑全然当たるからね。思いましたよ。あと2ゲーム。頼むよ、ラスト滑り込め、頼むよ。残念。頑張った、面白い。さあこれで、あとこれか、まあ、これどうせ10ゲームだろ。全然いいです。さあこれでまたですね。さあ皆さんいかがですか、これが展開スタートの力ですよ。やってみてください、初回から展開。
でこれは勝ち確なので安心ですと。でこれやっぱ継続の時結構セリフ変わるで、色これやっぱいいね。マックスベッドボタンの塩梅がいいよね、うん、今のは知ってたからあれだけど、で2戦目はね意外と飛んでお初なんですよ。そう、飛ぶんですよ。そうなんです。あー、あー、チャンス目か。俺今リーチ目かと思った。そう、お、これでかいよね。残り3なのに10割るって。引いちゃえばいいんだよ、ここで。ここで引きゃいいんだよ。来いよ。スイカブーいっちゃいますよ、これ。ほらめちゃんこもろいやん、このね、マジ。そう、まったりしてる。 ATK で面白いって思うの久しぶりだな、マジで。私も道を知らず一人にね。残念。よいしょ。そんでね、ちょっとここで早期なんです。そう、真ん中なんです。ここで真ん中なんです。え、次もなんか変則で茜とか行くんじゃないかと思う。違う、ここ早期なんです。試してみてください。天海おっぱい、あ、違う、何だっけ、お初。そうですね、天海お初早期。そう、おお。さあ問題はここから降格が欲しいですよ、私。あれ、これもらったんじゃないか普通に、うん、何もないんかい。あるんかい、うん、これ演出ボーラーだね。たまにあるよ、ほらほら。これはあるんですよ。これもあるからいいんだよね。そう、いろいろあるのよ。でもバーを狙いだってね。いいんだよ、いいんだよ。これで幸福に入ることが大事ですから。よいしょ。さあ、ストックなしでガチバトルいきます。ね、これ息子よって言うけどお父さんなの秀吉って。セダンのだけど、とりあえずセリフの青、あ、青来るだけでだいぶ上がるんだよな。できれば返し赤で、おお、完璧、これも完璧だ。おお、紫、ね、行きそうだね。で、ここで茜だと思うじゃん。で、思うでしょ。そうなんですよ、茜行くんですよ。そうです。とにかくね、ロベルトが弱いです。ロベルト頭し、さあ、青ゼリフが1回出ております。青、あー、ない。青、ない。
そして攻撃も青。なるほど、ここが一番かかるからね。おっしゃ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 、よくできてんな、うん、さあ来ましたロベルトさん、これ突破すればまあ特殊みたいなやつ、これね、なんかあのデスピスタロみたいなやつ出てくる。まあ一応継続の示唆的なものはございませんでしたと。パパ頼むよ、とりあえず青文字突っ込んでこい。ダッキング、この敵相手にダッキングってどうなの。何の意味もねえと思うけど、せめて返し青、あーもう、ここはもうあんまないんだよね。終わっちゃった。ロベルトやっぱ最後に回して正解でした。いや一発目で1000枚入れてもでかいな。ああ。ちょっとさスロドロのさスペック予想してみて。どんな台なんだろうって。ただの2枚機、いやただの2枚機にはならない、まあ平べったくすんなら3枚なんだよね、うん、あゲーム数ではなくセット数、なるほどね。じゃあ問題はセット継続確定のキャラを誰にするかってことなんだよ。カード立つよ。でも作り込むの大変だよ、推し選択、うん、演出の数増えちゃうしね。ダメだ、俺何をどう考えても俺はスロドロ作れない。熱い演出とか、例えば AT だとしたらさ、 AT 中に出てくるねガッチャみたいなさ共演出、ガッチャって、まあ、ガッチャ扱いしても失礼だけど、共演出に選ぶだけでもかかるだすもん。いわゆるさやかちゃんになってしまうっていう、そう、いやそれをね美味しいとかいう芸人的な感覚持ってる女子はいない、普通のアイドル以上にいない。スロドロにはいない。いやここまで煽んないガセで、あやっぱそうだ、やっぱあなんか知ってるやつみたいなこと言った俺は、あ弱いやってことはやっぱなんかモード C っぽくなるね、うん、うん、そう、おし、あ完璧、よかった、あセーフ、しかも霊薬、あぶねえ、鬼武者難しいと思って今溜めた部分吐き出せ、そうそうそう、いいよ、中段リップ一番俺可能性があるからね、てー俺の近くでバシーン、もう別によ、あー斜め頼む、あーないか、おっしゃ、多分今2個目であの演出が途切れるセンスね、追い込まれたね、おっまあ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 あるぞ、そうリプレイ、よしうまいよ、バッサリバッサリ馬をこんにちはバッサリ馬をですって、あなんかそういうライターさんいそうだね、バッサリ馬をって、お前大好き、おー二角わーお前最高、バッサリ馬尾です。おらもおいよいおおやっちゃうよやっちゃうよやっちゃうよ、うん、リプレイ、ここで引くんですよ、斜めをないです、
これいいよ、熱いよ、よしよしうわーいいよいいよいいよ、あと1回どっか光っちゃうよこれ、なわけないね、うわそうそうそう、ここでこれがいけるよね、わーっ熱い面白い、はい、そうこれができるやつがオリムシャカス、いくよ15分の1だろ、何も起きてない大してしまうぞ、うわー、わかんねえ、ダメだ一回ぐらい引かせてほしいな、うん、さあね、展開からいきますよ、うん、安定の展開から、いや、もうあの長い時はバーなんで、もう分かってるの、うん、あ、なった、あー追加じゃダメよ、さあ君は一体何色なんだい、青、ダメだね、消えてしもた、ダメだった、どんだけ出ちゃうんですか、やっちまったくせ、やっちまった、やっちまった、やっちゃったな、さあではもうメダル、私の持ちメダル総メダル7枚しかないので1000枚ぐらいあったけどね、で追加投資になっちゃうのでちょっと多分次のあたりが最後になると思います、なので今のうちにちょっと店内見ていきましょうかね、はい、こそうオリムシャは多分角は、まあ、上と思う、で真ん中今これカバーかかってるけど200個あります、だからこいいダメいいダメ、これ 俺なんだよ、わかんねえ、で右はいいんだよね、でダメで右がいいんだよね、バッキーはあれ56回とかついてる、あでもこれブブブか、これ多分やっただろう、やったなやったな、こいつやったな、私の狙いたい釜出りずるい、もう早番引いた人の勝ちじゃんまあカバネリはそうだね、まあでもね、もうあのね、あの珍しくないから、あの なんつうの、だからいつぞやの絆とかの島を見てるぐらい、そう、ああもうここだねみたいな、ああなるほど、こっちがノーマル、ああ花火じゃなくてバーサスだね、見た感じそうだね、あのトータルで見ると半分臭いで、これこんな出んのバーサスって、これは引きだなえぐいね、あーもうゲッタ狙い撃ちかこれ、うん、じゃあちょっと最後だけ軽く休憩して当てましょう、いやー今朝カバネに座ろうと思ったら一桁だね、だから俺その年末に朝俺何番引いたっけな、結構早まったね、で入った瞬間のカバネが開いてたから飛びついたので、周りの人にみんな、え、確かカバネルとか超珍しいっすねって言われて、いや、まあ、開いてたら飛びつくよみたいな、俺聞いたのよ、あのちょっと詳しいですかって言って、いや、全然わかんないっすって左に聞いて、ちょっと詳しいですかって、全然わかんないっすって言って、え、じゃあなんで座ったんですか、いや、早番引いちゃったんでって早番引いてカバネルが開いてたら飛びついちゃいましたって言って、みんな同じかいっつって、まあでも今いろんなね、レポがてらいろんなやつ見て、今ほら、サミー強いじゃない、幼女戦記もそうだし、
ね、カバネリなんかもそうだしって勉強しなきゃいけんわけじゃん。ただ自分の来店の時とかに勉強しようと思っても取れねえんだよ。そう、その早番が引けないのよ。かといって土平城のうちの賢者なんてもうマジあの金捨てに行くようなもんだから、ちょっと下じゃないっぽい、まあ、最低でも中間あんだろみたいなやつを打って、なるほどこういうところが人気があるのか、なるほどなるほどって、これそれ1じゃ分かんないんだよね。じゃあ俺はどこで勉強すればいいのかって考えてたの今。待てよ、土平城の近所でやってもダメ、自分の仕事の日なんて取れない、どうしたもんかと思ったら微妙な人の来店に行くってどう？スローダルどうよ？インターネット上手い人ってやっぱいるからね。最近俺すげえ笑った、なんだっけな、あのサッカーのあの人、あ、本田圭佑さん、コンビニで袋が言うまで出てこない、あもう明らかに袋必要な量なんだから刺してくれよみたいなで言った後にやっぱ反発に合うわけじゃん。でちょっとその直前ぐらいにツイートしてて、人に言わなくて通じることなんてない、ちゃんと伝えようみたいなってやつやってて、それをコピペ貼られて、あなた直前と矛盾してますよって言われて、それに対して普通ちょっと言い返したくなるじゃん。だけどそれに対する本田さんのリプライ、確かにそうだね即認めるってすごい大事だからね。最高、これもあのテーブルは期待できますから、せい、どうやさ、おお逆からいったぞ、2個でいいんだよね、斜めやめて、もうもう難しくないこの台、簡単かもしれないあれ簡単なのかな、難しいのどっちなのかな、うわーっとやめ、あー簡単です、やっぱこの台簡単やった、頑張れ頑張れ、レイヤク来た、レイヤク、いやーあー頼む、いやリップはある、おっとあるあるある、うん、そう、いや大丈夫、馬尾さんは健在です、おれなんかすごいの引いてないこれ、チャンス目だね、おれえやっちゃう、やっちゃいましょう、うん、しかもこいつこれ赤くね、あれいつもこいつじゃないよね、おでかすでかすでかす、そうそうあやっぱずっとこいつだわ、おおえやっぱこいつ特殊なんじゃないの、しかも強制だ強制だ、でかいあ、やっぱさっきのキャラチャンスキャラだよ、簡単、めちゃくちゃ簡単、なんて簡単なんだこの台やべえさらに増えるあー8ゲームある、あめちゃくちゃ簡単、さらに増えるこんな9ゲームあるやつミスるやついるかよ、メダルねえよ、俺らもうおいおい簡単だよ、うん、やっぱここまで行くゲームですこれは、ほらもうすぐいるもん、こんなにエクストラいらない、そうなの、あ知らなかった俺あごめん いるわ、なんだって MMR バレになんだってって言うよ俺、これそれガゼンエクストラ使いたくない、よし、あいやたたたたたたあいやいや、あこれあいやナイスアップナイスジャンプ、あああいったはいバチ
もういい加減童貞卒業したいです私。いくよ。何にもバイブしてねえ。そうだね。いくぞ。あー、いや分かんない。取るんじゃお前のやつ。なるほど。なるほどね。75でかいね。大チャンスだよ。じゃこれで俺は何枚出せばいいんだ。でかす。いやお初でいこう。やっぱあのシリフェス専用で。わっ、この流れは強弱せえぞ。弱者だった。おお、まあ10ゲームだけどね。全然全然いいです。そうだね、もうここ全部埋めてやろうぜ。さ、うち2つ桜。おっ、また乗る。本当に埋まるかもしれない。青七ください。青七全然いいです。赤七でいいです。もうよし。あ、本当にスロットがどうやってで面白くディスってやろうじゃなくて、素直に褒められるのが嬉しいで、うん、そうそう、ちゃんとおすすめだけど。さあ緑が俺には見える。緑が見える。青いね。そう、引きゃいいんだよ。リーチも引きゃいいんだよ。ほらね、あのアングルからのやつってシリフェチ以外やんねえから。うん、ほらこのね、ここなんですよ。わかる、わかります。シリだけじゃねえんだよ。たまに勘違いするやつだけど、そう、ラインなん、そうそうなんです。あ、乗った。どんどん丸、全部10。これね、リーチ目の顔さんだよ。うん、普通に弱者なんだよ。おお、でかい。覚えた。オーラ来た。おーい、強制だと思うよこれ。え、弱チェ普通に銃か。なんだよ普通に銃かよ。うん、その赤いよ。今日チェリーです。お兄さん弾取った。ぶった切ろうか俺。ぶった切らねえ。オール赤。そうだね、コレクションとして集めたかったよね。40超えたらすごいよね。これもうこれやってみる。バーンって乗るよ。行けてみるか。せーの、ドン。知ってた、知ってた。そう、終わる。くそ。おお、なんと1枚ベルで、うん、これラスちゃんだな俺。継続するってなんか思ってねえから。ダメだ俺の引き。サイドが枯れ果てた。赤くない。そうなんだよね。なんかの間違いで続かんかな。青ないね。青白いね。あれ、な
もうやるじゃん。全然期待してなかった。もう、展開行こう。よし。まあごめん、ここしか見てなかった。よーれっせー。はい、今回も何もできませんでした。途中で青ゼリフ出てるからちょっと突破期待しちゃう。頼むぞ。白い白い白いあれ、あーやばい、消えるなよ、マジお前消えるなよ。消えたー。ロベルト弱いすぎるだろ。惜しかったね、ちょっとだけ負けたね。惜しい、いや分かんないよ、降格あるかもしれないよこれは。そうだね、ないで。よくよくあるよくある、やめようとしたときに何かやっちゃうやつ。まあまあそうだね、そう、あ、だってそう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 よ。弱っ、ないのですか。うわー超高だやめだ。このねハテナついてるとき絶対落ちてんだよね。いや絶対ではないけど。お、どうなんだい。お、また引いたけど、どうなんだい。あ、一応煽るね、うん、弱っす。あ、いた、ラッシャンだね。まあ一応1回目だから最低はあるでしょう。まあ、本当に最低だったねさあこの1回転目から大事にね。まあまあしょうがない、しょうがない。これ俺も見た、これこれが我の力じゃ。おお、しかもチャンス目引いてる。リプレイ引きますからこれ。うわー、よしいけるだろ冗談は。よいしょーおっ、よっしゃ、俺ら右に赤いるぞこの野郎。おい、レアヤック来た、行くぞ。さあここでリプレイ、うる、わお、あー使っちゃった。頼むぞ、なんも起きねえ。おっやばくね俺、やばいだ俺。お、連撃決めたい。斜めとは言ってない。いやもう、おお、やば、めちゃめちゃ引くやん。なんで斜めテンパるんだよな、本当にマジで。まだチャンスある、チャンスある。よし、ラスト
これ復活したら飛ぶ。あー残念、一応 50% とは言われてますから。おーあーちちーそうありがとう。どんどんパーカー、ちょっと減ったもんだ今。これ本当にラッシャー頭から早期から行こう、順番に行こう、そうだね。バッサリの時に引いたレア役全部ここに詰め込むだけでむちゃくちゃ伸びるよ。あそこでどんだけレア役引くんだ俺。紫強地どうなる、滅滅って30以上だっけ。バッサリの時から一打一打丁寧にやったら行くから、こうやって時間かかりすぎる。あいつ AT 中も毎ゲームこう叩いてるぞ。おーやばい人だ、結構いいかもしれない。下からガッチャー、おいこの野郎どうなるんだお前この野郎。銃いや体バシンバシンバシン、このバシンないないけど、まあボーナスかもね。ボーナスついてきたね、やったーでかすー。ああ全然全然、ああありがてえありがてえ。わあマジか、俺気持ちだろ聞いたら。いやまだ分からんよ。いや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 。さあ青ですが、何スルーしてると思って今。うわお俺これ外したら死ぬ。はい、あやっときた。どうしてもどうしても狙ってしまうので、うん、そう。いやはい神台、はい神台。はい、よいしょ。緑、よっしゃ。よし。あーはい。どう来るんだお前この野郎。あーリプレイ。面白い。あのアベレージで赤引き続けられるとだいぶいいよね。そしてまた10。うわどうなっちゃうんだよお前。普通に気持ちだった。あれ当たってるね。うんうん、強制ボーナーだ。はいありがとう。ああ違う違う、早いね。うん素晴らしい。乗ったくさいね今、派手だったね。
いや、外れた、今チャンス目だよ。おお、二孔明、めちゃめちゃ当たる、もう、ま、乗るあと2ゲーム、あーくそ終わっちまう、うっ、どうなんだろう、まあ、第3でスイカナビになる可能性もあるけど、まあ状況からして折れるだろうね。うえーセーフセーフ、なんちゅうなんちゅう暑さだわ、もうアスキーアートで作れるよ、なんちゅう暑さだって。なんとかティボンティーヌとかで、ね、いるんだよ。あれすげえお好きだな。うわ、強襲だ。乗った。マジかよ。うん。でか。うん。あ、多いね。リプレイ多いね。ティクリプレイはそっちじゃないんだよな。くそ、ラスト、どうだお前この野郎、うわっ、うん、頑張ったね、さあ一応メッツは確か30だったと思うけど、何かの間違いで50とかあったら嬉しい、よいしょー、まあそうだね、しょうがない、ついてない、ドーン、まあそうだね、引き損ってものはないからね、うん、おっと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 、何引いた、うっ、あっちー、うん、おい、スイカ頼むぜ、おい、まあベルか、そうベルだよね、うん、バチーン、10、いやもっとあるよね、あれ、いや、これ棒なったんじゃねえか、あ、違う、おお、え、ここまでは超えますと、さあ、ここはもう確かあるか分かんないのかな、強者次第、ああおい、いけると思う、先行で青い場合はまあ結構いくからね、はいはいはい、 あれ、あー、オッケー、ありがとう、さあ、5000突破、今日3回目のリーチ、あー1000枚きてえなこれ、うん、ちょっとやれたら1000枚いくのがいいで、うん、さあどうなる、今日初の5000突破になるか、あ、いける臭いですねこれ、うん、どういう順番で抽選していくまで分かんないけどね、おい、ありがとう、まさかの、あいつオフィーリアって言うんだ、フォーティンブラス、覚えられるか、
そうだね。そっか、 AT 中の味方ゼリフはパーセントしたか。頑張れよ。ね、めっちゃ強そうだよね。頼むよ。あー白い、うーん、オール白だね。前夜はなんかの間違い。うわー、やっぱりダメか。消えるなよお前。消えるんかい。でも1000枚出ました、ありがとう。ちょっと広角だけ確認してくれいません、ありがとうございました。出たな、これは出たな。じゃあちょっと調整はちょっとエンディングでいきましょうか。お疲れ様です。なんかこの持ってる感じ、あのライターさんっぽいね。投資16,046枚貸しなので736枚で、回収が1574枚なので、結果は838枚プラス。ありがとうございます。いやだから最後の未練打ちからのバッサリ赤が効いたね。一度動画で新鬼2はやってるんだけど、その頃に比べて、まあ、上っぽいのも打ったし、あの打った回数もちょっと多くなってきたから分かるようになってきて、あれすげえ面白いぞ。3桁乗せたりとかバカみたいなこうド派手なことはしてないけど、鬼武者のこう非常に面白い出し方はしたと思いますので、ということで、あの本日の妖怪はこちらでございますね。馬尾くんで、俺思った、なんで俺バッサリ馬尾ですとかってやってると、なんか一瞬頭にねふわんって巻き棒を買ってするんだよ。カバオくんのせいで。ぜひねチャンネル登録をしていただいて、横のベルマークでポチッと押していただけますと、動画更新されたらすぐ出ます。で、あの面白かったって方、高評価いただけるとお金かかりません。なのでポンと押すだけでより面白い動画ができるっていう可能性ですこれはあの継続率と同じぐらいの可能性の問題なので、あのやって損はない、誰も損しないので、ぜひねチャンネル登録も無料でございます。あのいいねも無料でございますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、次回も妖怪ウォッチ駅お楽しみに。さよなら。